れてるよ。でも一回ね、これでしようっつって。どうも、ソフトボールで好きに来てるオムレツです。よろしくお願いします。ボルム出身だったので、はい、強豪校出身の元ソフト部と、弱小校出身の元ソフト部の、トークということで、はい、やっていきましょう。行きましょう。よろしくお願いします。で待って待って、重いバットでさ、ロングティーやったんですよ、しょ、うん、うちバット2本しかなかったのよ。しかも試合で使うやつ。重いバットとかわかんない。あ、もうソフト部全体のバットが使えるのが2本かな。使えないの。わかんない。覚えてないの。使えるの2本。なんかさ、そうでしょ。至急、学校でさ、素振りとかしないのみんな。素振り？素振りしたかな。家でしてたんじゃん。したかな。なんか先輩が置いてったバットとかあって。なんか、うん、だからその重いバットとか軽いバットのなんていうの、認識がない。だからあるバットで打つ。だから2本しかないじゃん。次の年になったらさ、うん、なんだろう、部活に支給される学校からの額があるわけじゃん。うん、でそれで何買うとか言って、バットにするみたいな。で別にさ、こだわりがないわけ、部員は。いいっすよ監督っつって、先生だよ。はい、決めてくださいって買ってもらって、あ、いいっすねっつって。そんな感じ。3本かな、わかんない。木のバットとか。木のバット、片手打ち用の短いバットとか。短いバット、マシン用とか。マシンではマシンのボール打ったらダメだから、普通のバット。あ、そうなの。マシン用のバットとか、ね、うん、全部一緒。あと木、木そうなの、細長いこう、ああめっちゃ重いやつ、重くない、もうまっすぐの棒とかない、白長いバットとか、鉄の、うん、みんな同じ大きさのバットしか。ビヨンド、じゃビヨンドとか。じゃあもうカタリストとか知らないね。うん、知らないでしょ。知らない。カタリストとか何だったかな。ビヨンド知らないの。ビヨンド持ってた。うちそんなのないよ。あれでしょ、ビヨンドってすごい飛ぶやつでしょ。うん、うん、ない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 。うちも全部ちなみにバットのメーカーなんだ。ミズノとかじゃない。本当にミズノ。ファルコンとかじゃないの。え、ファルコン。ファルコン私のグローブ。ファルコン、ファルコンでもいいメーカーですけど、トイザラスとかでもドンキとかで売ってるやつじゃない、ファルコンって。で私さ、ファルコンでドンキとかのグローブでしょ。トイザラスとかのファルコン。私さ、キャッチャーだったのよ。キャッチャーファルコン。違う、キャッチャーだったの。うん、だから私、その、なんだろう、部で支給されるグローブを使ってたから。うん、ちゃんと、あれはあったマスクは。あったよ。うん、よかった。全部装備はあるのよ。うん、あるんだけど、多分、父親子が知ってるようなものはない。うん、私にはね、うちにはね。ボールもあったよ。一緒マシンもあったよ。あ、マシンあったの。どうしようって。なんていうの、どれがさ、本当のマシンかわかんないけどさ、なんていうの、なんか、定まんないのよ。マシン。何台あったの ?1 台。マシン1台あるんだけど、すごく古いわけよ。代々受け継がれたマシンでさ。こういうやつ。マウスとこれ。これ。なんか石挟んでた、うち。こういうやつじゃん。鉄の。四角じゃない。四角、四角だと思う。超いいマシンじゃない。超ボレーマシンって。うち3台あったマシン。3台いいマシンと、超古い鉄のガガガガガガガってやるやつは、もうこうやって高さをこうやってやって、うん、こうやっていいやつは四角の、四角のやつはこうやって大豆のドロップもできた。中勝手にライズになって勝手にドロップ出したから。全然定まんないのよ、そのマシーンは。もう大変。ストライク来た時ね、びっくりしちゃってさ、空振りしちゃう。マシーン大変だけどね、マシーン合わせるの。あとね、あボールってさ、うん、ボールっていつも数えてた。数えてた。あ、そうだね、うちも数えててね、1個足りなくてね、すごく怒られることがよかった。
共通してるね。それは共通だね。それは共通してて、係あったでしょ。係？11人全員で係。あ、本当。私たちは道具に係決めてて、バット係とか、ボール係とか、例えば先生、監督の椅子の係とか。監督に椅子は渡すの？あ、椅子、だって監督とコーチと、あと椅子並べてたり、練習前並べたり。そう、係がいたから、係の人がボールやったりとかして。あの、うちさ、こういう球場だったの。学校が。なんていうの？野球だったら、ライトが届かない。ライトが足りない。うん、なんていうの？校庭だったんだけど、こっち、その、ここの大きいところを使うのが、野球部、サッカー部、ソフト部だったんだけど、うん。だから野球部とサッカー部の日は、ソフト部は、ここの隣にあるハンドボールコートなんだけど、そこで練習しなきゃいけない。だから、その前に、外周したりとかさ、走るの、するんだけどさ、私はやってないけどさ、先輩がさ、あやべえとか言って、スニーカー忘れたとか言って、ローファーで走ってたから。アップとか、うん、アップのローファーで。アップのローファー。で、しかもさ、アップ、アップとか。アップ？アップとか。アップって練習する前のやつでしょ。なんかアップのローファーでやったでしょ。そう。でも、うちさ、気づいたの。なんか、あ、これ、本当にびっくりしたんだけどさ、うちさ、スパイクしか持ってなかった。え、今伝わる？その列。私、スパイクしか持ってないわけよ。え、伝わってる？スパイクしか持ってないってことはさ、スパイクでアップしてた、もしかして。うん。だからびっくりしたの。え、今さ、本当にびっくりしたんだけどさ、今実業団の試合とか見に行ってるじゃん。うんうん、そしたらさ、うん、みんなさ、靴違うじゃん。当たり前よ。びっくりした。当たり前だよ。その、アップする、アップ？アップはスパイクでしません。アップするときにさ、その、アップシューズ？スニーカー？ってやってさ、試合のときはさ、もちろんスパイク履いてさ、終わったらさ、すぐみんな履き替えるじゃん。そうだよ。すげえと思って。本当に最近でした。いや、そうだよ。私たちもその昔はアップシューズだけど、もう最近みんなあれ、ね、ランニングシューズっていう。アップシューズとかランニングシューズ。アップシューズはなんかスパイクがの底がないみたいな感じ。白いさ。あー、はい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 、多分昔はみんなアップシューズ履いてたんじゃない？だけども最近からはもうそれが軽いからランニングシューズになって、私たちもランニングシューズで、スパイクランニングシューズは揃えてなかった。スパイクはもうみんな同じ揃えてた。色も全部同じのスパイク。カニのカニ、カニって何？え、スパイクカニ何？このここにつけるやつ。これはあれでしょ、ピーカバーでしょ、うん、ピーカバーじゃない、スパイクの歯。歯はカニかどうか聞いてます。スパイクの歯。カニって何？カニ、鉄？鉄？鉄っていうか、鉄？鉄なのか。ゴムじゃない？うちはもう、なんていうの、買った時からこうやってボコボコしてるやつにして。ゴムでしたか。ええ。私はカニです。カニが削れちゃうから、ネジでこう取って、カニ。ネジでやるのは、そのカップしかない。うちは。ソックスでしょ。ちょっとびっくりしすぎて言葉ない。アンダーシャツ。まずアンダーってわかんないでしょ。アンダーシャツって、アンダーシャツ着ません。私真冬でもこういう格好やってた。